三浦義和2月27日昭和46年4月10日は日本の右翼フィクサー日本銀行総裁一万直人の親戚筋の立場を利用して戦時中に日本近銀運営会に入り込みその組織と利権を掌握した父の三浦和平は大分市長衆議院議員を務めた大分県出身旧姓大分中学から 壮大余暇に進む。文学を志し、北原白州の文化生として住み込むようになる。だが、肺結核に罹患し式教。父が法律顧問をする九州水力電機に入社。酒とドストエフスキーに浸る日々を過ごす。再状況をすると、同郷の後輩の初区県が経営する、大和新聞の編集長、矢部天音と知り合い、国家主義運動に参加するようになる。 1932年2月、資本家階級独断の社会組織、経済機構及び諸制度の合理的改革を考慮に、下田屋偽名を創立した。同年3月、トラ事件を引き起こし逮捕され、偽名は壊滅した。1935年4月、理論し、国策を引き受け、作いたつおらを同人に国策者を設立。同年7月のマスダ男爵事件。 1937年7月の不穏文書事件、1939年10月の声優会革新派総裁、中島地区兵狙撃事件を引き起こしたびたび官房に入ることになる。他に、尊老思想で若道の修練をその基本に置く、精神修養団体、影山正春創立の大東塾の顧問等を歴任。父の子根もあって、 政財界や軍部とも交流があり、東条秀樹と親密になり、終戦後、東条の家族の世話をする。1945年12月、戦般容疑で収監されるが、病気のため釈放される。1948年秋、公職追放中の三浦は、昇電事件で、日本の軍国主義解体を推進する、連合国軍最高司令官総司令部民政局のチャールズ・ケイディスを、 スキャンダルで追い落とすのに貢献する。民政局とは反対に、反響のためなら、ファシストをも利用する方針の GHQ 参謀第2部に評価された三浦は、米軍との強力な骨を持つようになる。財閥解体のさなか、三井十三やを混乱から救い、三井に恩を売ると、日本橋室町の三井ビルに、事務所を構えたことから、室町将軍と呼ばれるようになる。後に、 西山弘輝らを育てる。1971年に動脈硬化症で死去。母所は自らが再建に尽力した滋賀県を移市の吉中寺にある。一万伝の妻聖子は溝辺総六の姉。この溝辺は三浦の友人で妹、正の夫。戦時中に政府や旧軍部に接収された約5万カラットのダイヤを管理していた。ありがとうございます。